して、深澤会長さんをはじめ、ご用意いただいたたくさんの方からご祝辞をいただきましてありがとうございました。また本日は、この立派な会場をお貸しいただきまして、東海大学の関係者の皆様に御礼申し上げます。で、ちょっと書きさせていただきますが、青色発光といいますのは、エネルギーが高いものですから、ここに書いてありますように、この電動体にある電子と、この金自体の電子を受けたアマですが、プラスの成功というところに占有するためのエネルギーが非常に大きな、具体的には 2.6 エレクトロンボルト以上のバンドギャップを持った半導体が必要であります。もう一つは、発光繊維確率が非常に高い、この直接繊維型という、自然に運動量が不能されるような形のものを必要といたします。ところで、それだけでは不十分で、非常に高性能の素子を実現するためには、先ほどの AB の条件を満足する半導体の高品質の結晶と、それから PN 接合という仕掛けが必要であると。PN 接合といいますのは、P 型というのは、電子の抜けた穴の方が電子よりも多い、つまり電気的にはプラスでありまして、それから電子の方が多い N 型の半導体に接合したものでございます。この2つはどうしても必要ですが、さらに高性能化するためには、その量子移動構造というものが必要になります。PN 接合といいますのは、低い電圧を3ボルトぐらいですが、それをかけますと、ご覧いただいておりますように、自然放出といいますが、このようにして発光が起こるわけであります。私は60年代頃から、非常に後半頃から、非常に青色と同時に、その失格半導体というのに非常に興味を持ちまして、ちょっといろいろ調べていたんですが、実は初めにやったのは、その地下アルミという、非常に、エネルギーギャップの大きな材料でありました。この三塩化アリウムというのを使って、こういった基礎反応で、グラスシーカーボンという基板の上に結晶を作ったわけですが、まあ、それの反射率なんか測って、高振動というものの様子などを求めたりしてたんですが、一方では、これを粉末にしますと、これ、蛍光体になりまして、それに不純物を入れて青く光らせてたんですが、実はそのエネルギーギャップを大きすぎるために、電気が通らないんですね。それで失火ガリウムを混ぜようとしたんですが、なかなか当時の技術ではうまく混じりませんでした。で、60年代から70年代にかけまして、この青色 LED のような材料として融合とされていたのは、セレン化塩というのと、失火ガリウムであります。で、この2つは先ほどの AB の条件を満足しているんですが、2つとも実は当時、2番目に書いてありますが、PN 接合というのはできておりませんでした。この2つを比較すると、セレン化塩といいますのは、結晶を作るのは難しいんですけれども、その下地になる基板結晶というのに、その非常に光子の間隔なんですが、原子の間隔なんですが、光子上数の近いヒュアガリウムという材料があるものですから、その上に結晶を作ることができるわけです。で、非常にたくさんの研究者が、その青色を志す人は、非常にたくさんの研究者がこれに携わっていたんですが、右側の窒化ガリウムっていうのは、まあ、非常にその作りにくい材料で、まあ、簡単に言えばダイヤモンドぐらい難しいような材料で、サファイアという基板があるんですが、それにしてもその光子の間隔が 16% も違っている。これ 1% 以内でも難しいと言われてるんですが、そんな、ね、非常に大きな異常なそのミスマッチがあるものですから、なかなかこれは作れない。ということで、これをやってる人はごくわずかでした。しかし、私はそのセレン化塩というのは非常にこの不安定な材料だということを、ちょっといろんな経験で知ってたものですから、一方で、窒化ガリウムというのは非常にそのタフだった。この材料で何とかして作れば、そのできたデバイスがきっと信頼できるものになるんじゃないかと思って、まずそのタフさに惚れたんですね。それから、セレン化塩に比べて
よりバンドギャップが大きいということで、もっと短い波長のものも出せる可能性があるということで、まあ、これにかけることにしました。で、すぐ73年から当時台頭し始めていた MPE という方法がありますが、これは超高真空の中で、非常に真空度の高い空間で、そのガリウムとアンモニアのガスを反応させる方法ですが、まあ、当時は、これはチッカウスというのはですね、酸化化合物とは言いながら、普通の文章などの発球には、これは酸化の中に入ってなかったんですね。で、チッカガリウムに関しては、実は公認のプロジェクトではなかったので、これに関しては私一人で最初はやっておりました。で、古い真空定着装置を改良しまして、いろいろやってたんですが、やっとさ、あんなような、非常に十分ですけども、チッカガリウムというのはできました。で、非常に不均一なんですが、これは実験ノートそのままのものが残っているんですが、74年の初め頃だったと思いますができたのが、で、ちょうどその頃に、通商産業省、現在の経産省でしょうか、そこから微増革新技術という非常にちょっと魅惑的な名前の、重点プロジェクトの募集がありました。で、私は早速そのチッカガリウムを使ったオイル発酵素子を実現するというテーマで応募したんですが、ちょうど、ベルから帰ってこられた日本電機におられた林雄三さんが、そのチッカガリウムの赤外レーザーを室温で出させた後で日本に帰ってこられて、日本電機におられましたが、林さんがそれをちょうど波長の半分ずつですね、光るのは赤外ですけれども、その半分の波長を出すと、それが青色になるわけですが、そういう提案をされてまして、通産省としては、この2つを同時に取り上げて、まあ、コンソーシアムを作ってやらないかということで、下に書いたような研究委員会が立ち上がりました。で、私の方は地下ガリウムを使う、林さんの方はその二次高調波ということで、内容は全く違うんですが、目的とする青色発光素子ということね、こういう研究会がスタートしたことがあります。で、3年間続いたんですが、3年目の頃に作って報告したのがこれでしたが、これは当時は PM 接合というのは先ほどの B の項目にあった PM 接合というのはありませんので、できておりませんので、ミス型と書いてありますが、金属をその絶縁体の上に乗っけまして、その下に半導体があるという、地下ガリウムがあるという、こういう構造のものですけれども、ですから、ピエノ接合みたいに性能が良くないんですけれども、通産省のターゲットはですね、当時は 0.1% という、それをクリアして 0.12% というのがこの右の代表です。しかし、とてもその、今の PM 接合に比べようもないみたいな、当時としては従来それ以前のものに比べると人出た範囲量ぐらいによく光ってたんですが、まあ非常に暗い。それからもう一つはそのアイ層というのが絶縁層の間に入るので、ね、それのところに電圧が全部かかるものですから、その制御は非常に難しくてですね、その動作電圧が非常にばらつくということが問題、電気特性が良くない、まあ、そういうことで、この対価と自身は、満足したんですが、このプロジェクトはそのまま続けることはできなくなったんですが、一方でですね、ちょうどその頃なんですが、私出来た結晶を毎日眺めておりまして、これ顕微鏡でテーバリズム顕微鏡で眺めておりますと、こんな汚い結晶なんですね。サバイア基板の上に積んだ結晶は。ですけど、ほんのまれになんですが、非常にきれいなのが間に混在していることに気がつきました。で、これは、その絶対にこれは可能性があるというふうに信じたわけです。気がついたんです。それで、青色発光素子材料としてのポテンシャルを確信しまして、しかし、問題は結晶性という、これをいかにそのベーハーと言いますが、このうすっぺらいものですから、
礼拝全体を広げるかということになりますと、これは結晶成長ということの原点に帰らなきゃいけないというふうに気がついたんです。それでもう一度立ち戻ることにしました。それがちょうど79年だと思いますが、それで結晶成長の原点に戻りますと、結晶成長の作り方、結晶の性質というのはその作り方とその条件によって非常に変わるものですから、これをちょっと研究してみようということで、それを調べたのがこれです。一番上に書いてあるのが、これが、マロスカたちが RCA のグループですが、これが最初に単結晶の成長に成功したハイドライド HVD という方法なんですが、これをですね、非常に成長速度が速すぎて、この薄い層を作るのが非常に便利なんですね。それともう一つは、ここに書いてありませんけど、これは最初反応だけ書いてあって、中に非常に複雑な反応がありまして、ガリウムがですね、2価のやつと3価のやつが対して、こう温度によって反応が左行ったり右行ったりしたんですね。ですから、左行く場合はこれ、チングになりまして、良くないんです。それから、2番目の方法は、これ私が、これは、英語では出しておりませんけれども、先ほど言いましたように、70年に通産省に提案した方法ですが、MBE です。これは当時は非常に成長速度が遅いというのと、まあ、当時は MBE 自体が溶岩機にあったこともありまして、なかなかいい結晶ができないという。で、そうこうするうちにですね、一番下に書いてある MOVP、ないしは MOCVP と呼んでいる方法が、実はマナセビッチという人が71年に、いろんな産後化合物のために開発した方法なんですが、それを窒化ガリウムにも適用した論文があったんですが、非常にその結晶が汚いんですね。それで一点だけそういう方法があるんですが、その後全然窒化ガリウムについては全然これ使われた形跡ではなかったんですね。他の窒化ガリウムとか他の産後化合物には非常によく使われて大きく発展した方法なんですけれども、78年から9年当時は窒化ガリウムについては全然使われておりませんでしたけれども、これはよく考えてみると原料は全てガスなんですね。で、非常に成長がしやすい。で、まずその一番私が気に入ったのはその逆反応がないということです。それで結晶がせっかくできた結晶は侵されることがなくて、もう一つはその成長速度、これは非常に重要な要素ですが、それもそれからあるいは好みの不純物を入れる場合に、あるいは後ほど出てくるその混焼といいますが、窒化ガリウムに窒化アルミニウムを混ぜたものとか窒化インジウムが混ぜたものとか、そういう混焼の組成を制御するのに非常に具合がいいですね。原料のコントロールだけでいいという、流量のコントロールだけで済むということです。で、まあ、これを採択することに決めました。で、基板なんですけども、基板はですね、サファイアっていうのは先ほど言いましたように、そのマルスカたちが使っていた基板なんですけど、16% もミスマッチがあるんですけれども、MOCVD という方法はですね、非常に過酷な条件でアンモニアの中で1000度ぐらいの温度でやるものですから、これは実験的にやるよりしょうがないと思って、シリコンだとか何種類か試したんですけど、結局サファイアが一番安定してたということでサファイアを使うことにしました。で、そう決めたところですね、実は私名古屋大学に行くことになりまして、行ったのはその次の年なんですが、80年の初め頃からですね、この先ほどの MOCVD というのはその装置がありませんので、これをそろそろ設計しようと思って設計仕掛けていたんですが、その打ち合わせのためにちょっと名古屋大学に行っているときにですね、まあ、昔私がいた二号館というところに帰ることになってたんですが、そこがとってもその結晶を作るような環境にないというふうに気がつきまして、そうだ、その装置も必要なんだけど、それを入れるそのプリンルームというのは、当時半導体ではこれは質のものですけれども、それがないことに気がついたんですね。それで電気の先生方にお願いして、まあ、
これよく了解、了承していただいたんですが、ただその文部省との折衝で非常に苦労いたしました。で、それはその文部省の建物というのは何か規格があるようで、例えば建物の天井の高さだとかですね、と国のほうというのは空気をきれいにしないといけないものですから、フィルターを入れたりなんかしていろんなその設計が必要なんですね。そういうことを何回も説明に行く機会がありまして、80年から81年の初めにかけて、盛んにそういうことをやっております。実際に、クリーンルームができて入ったのは2、3年後なんですが、名古屋大学の電気系教室にその双葉という同窓会がありまして、その同窓会誌に双葉というのを出してるんですね。でそこの係の先生に書かされたのは、当時のこの明大電気教室クリーンルームについて、実はそのクリーンルームというのはどうして必要かということをですね、当時の電気電子工学科の先生方も、まあ、もちろんですがもんですね、なかなか理解していただけなかった。それで、このクリーンルームがどうして半導体の結晶するのに必要であるかということをいろいろ啓蒙すると啓発するところから始まったようなわけです。で、81年に私名古屋大学に着任しまして、当時その MOCVD をやることに必要がしたので、当時、入ってきてたドクターの、当時の名前で呼ばせていただきますが、小出君と、それから、小出君に最初登壇したんですが、彼がいろいろこう部品を揃えてくれたり、私もフランス1号の部品は松下から持ってきたりしまして、ある程度部品が揃ったところで、ちょうど、今日2番目にお話しになる天野さんが入ってきて、大学に。それで2人でですね、あと組み立てられたのがこの1号機です。実はこれは厳密に言うと1号機ではなくてですね、その前に実は古い、西永先生が前に使っておられた部品なんかを取り集めて、プロトタイプみたいなものを作ったのがあります。当時は、予算のこともさることながらですね、MOVD という装置は現在のような崩壊のものは市販されておりませんので、自作せざるを得なかったわけですが、この1号機とここに書いてありますのは、これは小出天野漁師の力作であります。で、これでですね、主に小出君の方は、アルミガリウムナイトレットですね、アルミが入っている。で、天野君の方はガリウムナイトレット、この、結晶を作ることを担当してもらうようになりました。で、この仕事はですね、最初小出君が作ったのが左側のリアクターがあるんですが、ガスがこう舞い上がってしまってですね、これは可視化して見えたところ、ガスが跳ね返っていることが分かったんですが、それでいろいろ苦労したあげくですね、その上に書いてあるように、その原料をもう、ウィンレットの前で混ぜてしまいまして、それ非常に高速で、それ以前はですね、もう1センチメーターパーリットぐらいの、1センチそれぐらいの原料だったんですけど、一挙に100倍ぐらい早めまして、要するに吹きつける格好ですね、もう強引に。同時に基板をこう今まで水平だったのをこう斜めに傾けたんですね。これで非常にスムーズになりまして、一応につくようにはなりました。ですが、中の電気的な性質かどうか、結晶学的な性質が良くなったかというと、決してそうではなくてですね、見かけは大体一応にきれいについているように思うんです、見えるんですが、そうではなかった。で、よくよく考えてみると、先ほどの問題に戻るんですが、普通こう、ホモエピタキシーというのは同じ基板の上に、A の上に A を積む場合は格子状間隔が一致してますからそのまま積み重なるんですが、 B のように下と上が違う場合ですね、これはヘテロエピタキシーと言っておりますが、これでも大体ですね、ヘテロエピタキシーの下正常の場合には半導体結晶の場合には大体 1% 以内だと言われております。 0.8
8ぐらいでもあんまりうまくいかないようですが、でところがですね、このサファイアっていうのは、と地下ガリウムをその上に積む場合には、まあ、綿本によって違いますけども、これシーメンっていうのを使いますと、大体その16%ぐらい使ってね、うまくこう、回転して売るようです。よくあったところでも 16%。そうしますと、この間には非常に大きな海面エネルギーが働いているということを予想されるわけです。これを何とか低減しないことには、これは引き消しはつかないということで、いろいろ考えた末にやったのが、その、この低温でつけるバッファーストこれはあの高い温度で最初からタンク質をつけようとすると、その、窒化ガリウムを自己主張して、自分勝手についてしまうんですね、左側に。で、非常にこう、なんて言いますかね、まあ、ちょっとクッションみたいな、つまりこれはバッファーですけれども、その、フレキシブルなコールドのものを、薄いものを下についておく。そうすると、非常にその層が薄ければ、下の基盤結晶の結晶学的ないろんな情報をもらって、上の結晶が育っていくと。これが液体規制の原理ですが、そういうことが可能だということを思いまして、これは天野さんが結局、先ほどのこの、改良したリアクターを使って、しかもですね、さらに成長速度も、いや、流速を早めて、400ぐらいの一つですね。で、これが見事に、当たりまして、これが結果の一例ですが、HVP で作ってた方が先ほど私が思い浮かべたように、左側のようなものです。それから、MOCVD でもですね、バックアップを使わないと、上の真ん中の部分の、真ん中ですね、要するにああいう六角形の窒化ガリウムの結晶形をそのまま反映したような、しかもサイズもどんどん違うようなものが買ってバラバラについてしまうと。ところが、今のその天野さんの方法でやると、この非常にミラーがあってきて、もう表面ですね、全くついてるかどうか分からないような状態です。でこれは下に、右の図はですね、下にサファイア基板があって、その上に窒化ガリウムの結晶が乗ってて、その下に方眼紙の上に、まあ、名古屋ユニバーシティと書いたのを見てるわけですが、まあ、むしろ透明ですからこのようになった。で、見たでもそうなんですが、実際に測ってみるとですね、まあ、X 線で測った結晶学的な結果だとか、あるいは電子顕微鏡で見ても、あるいは電気的な性質を見ても、すべてのそういう大事な特性が同時にですね、数桁も向上しているということが分かりました。で、これはやっぱり一つの革新で、これは後に、今、三重大学にいる平松君が、当時、助手でしたけれども、この過程を詳しく観測してくれました。これはそのごくほんの一部ですが、左側の図はですね、これは表面をこう操作する電子顕微鏡の像であります。で、一番上の一番というのが、その、窒化ガリウムの、バッファー層だけを積んでいるんです。これは実はその、いろいろ解析してみるとアモルファスでして、視床質でして中に、そうですね、数ナノから数十ナノの小さな微結晶がたくさん混じっていることは分かりました。でそれを確認してですね、その上に窒化ガリウムを5分成長させると例えば2番目のようになった。それから10分やると3番目、20分やると4番目で、1時間60分やるともう真っ平らになってですね、その操作型の電子顕微鏡ではああいうふうに黒くしか見えない。で、右側に書いてある図はですね、バッファー層なしでやったものですが、ご覧いただいてお分かりのように、もうこの六角形の窒化ガリウムの結晶が六角柱ですね、それがサイズも違えば、高さも違うというのは点でバラバラについている。で、60本やっても下のサファイアの下地が見えているような、そういう状況でした。これほんの一部ですが、まあ、こうやって
そういう書きましたように、こう二次元成長みたいなやつが起こりまして、横方向への成長が促されて、自然に、もちろんあの転移という結果は残りますけれども、それ以前の混沌とした状態に比べると、非常にきれいな結晶ができるようになりました。で次はですね、その、これがまず第一段階ですね、この結晶が非常にきれいだったというのは、それで、これ非常に、残留不純物も非常に低下しておりますので、電気的な性質の向上ということで、そこに最初の頃は、アイも同期してました。P 型を作るためにですね。アイはご存じのように、周期率表の2族です。まあ、現在の P 型では12族。2族ですね、理科です。ですから、それは外部の層に置き換わると、そうすれば電子1個足りませんので、これ、プラスになるはずなんですが、そうやって、その、愛の同期した結晶をたくさん作ってたわけです。で、それを、小野君がよく電子線でそれを当てまして、調べていたわけです。で、ある時にですね、低速の電子線を当ててると、この発光強度が非常に右の図のように、非常にこう増大すると。しかも、スペクトルの形は変わっておりませんのでね。で、これは何を意味しているかっていうと、結晶の中のその、なんて言いますかね、ヘルジウムっていうのがございますが、ちょうどその真ん中のところに、神聖の場合には、そのヘルジウムっていうのは真ん中にあるんですが、それが真ん中にあるか下にあるか上にあるかによってその P 型になったり N 型になったりするということなんですが、それが変わっている可能性を示唆しているわけです。で、ですけど結局 P 型になっていることはこの時は分からなかったんですが、ということはそのこれは P 型として動作するためにはですね、その入れた、アクセプターといいますが、その不純物が溶化してなきゃいけないわけですけれども、それに溶化するときのエネルギーがの大小があるわけですね。それはそのマグネシウムの方が亜鉛よりも小さい、つまりマグネシウムの方がより、マグネシウムも同じ理科なんですけれども、マグネシウムの方がより溶化しやすいんじゃないかということに気がついて、下に書いてあるその紀藤君、この確か、1988年ぐらいにその原料になる CP2MG というこの右下に書いてあるようなちょっとややこしい有機化合物ですが、マグネシウムの有機化合物ですね、それを輸入するのに確か7、8ヶ月かかったような気がしますが、89年の初め頃に、紀藤君人が、これを使って同期もやりまして、非常にきれいに入ることが分かりました。でそれに、パブロ君たちと一緒になってその電子線を当てて、測ってみると、やっぱり同じような現象が、そのこれはマグネシウムですから少し色が違いますけども、同じようなそういう発光の増大が見られると同時にですね、資料が P 型になっているというかと、これはボール効果でも、それからイービックという方法でも、いろんな方法でこれ確認しました。で、そのあとでですね、これで、それが1989年ですが、我々グループはこの時に電子線でこういうことを木型にやらんということを見つけたんですけれども、非常に大きな仕事はですね、この92年ですかね、水素噴気中で、水素がない噴気中で、確か400度以上だったと思いますが、それぐらいの温度で熱アニウスという、非常に簡単な方法で、この木型を作るということに、今日3番目にお話になる中村先生たちが成功されたわけです。同時にですね、その、どうしてそのマグネシウムが活性化してなかったのかと。不活性化してたのかというその機構を解明されました。それはまた後ほどちょっと出てくるかと思います。で、私たちは95年には
ガリウム陰流もないけれども、その P 型を作ることにできました。これは1989年に紀藤君が作った、で一番左側が、もともと窒化ガリウムというのは、これバンド薬は 3.4 ぐらいありまして、そのバンドからバンドまでの繊維はこれは紫外光です。ですからこの作った時のデバイスはですね、紫外と同時にその先ほどの青色が出てるんですね、両方出てるんですけど、紫外はもちろん目に見えません。それがその手作りの LED の写真が一番左側で、黒く見えるのはみんな LED なんですが、一応真ん中のところだけ一つだけ電流流しています。その光があの透明な結晶を通ってですね、あのフリンジでこうにじんでるのが反射してるのがお分かりかと思いますが、でその時の電流電圧特性が従来の S 型ですと非常にこう立ち上がりが悪いんですけども、ピューの接合は非常にきれいで、一定の電圧のところでこう電流が流れる、つまり一定の電圧のところで光が流れるということで、まあ電気特性も非常に良くなったというのがあります。でこれはちょっと後で測った20のスペクトラムですが、さっき申し上げたように2つピークが出てるんですね。左側は尖ってるというのは、これはその紫外に相当する窒化ガリウムのバンド間の圧迫です。これは目には見えません。しかし右側の方がちょうど430ナノぐらいのところが、これ青い光だと。で、今度はその走行しているうちにですね、N 型の方の粘度が非常に下がっていることに気がついたんですね。というのは不純物が、残留ドナーといいます、その不純物が減っているものですから、抵抗が高くなっているんですね。ところが実際のデバイスを作るには、N 型の層というのはいろんな、その粘度を持った N 型の層が必要になるんですね。そのためには2桁か2桁その粘度を制御しなきゃいけないんですが、それ以前のものは非常に強い N 型を示すものですから、どうもその制御ができてなかったということに気がつきまして、90年から91年にかけて窒化ガリウムとアルビガリウムナイトライについて、この2桁半ぐらいサイレンの流量を変えるだけで、電子濃度を変えられる、電動度を変えられるということを証明いたしました。でこれはですね、非常に重要なことで、現在使われている後々のその LED とかデータダイオードによって使われているんですが、ダブルヘッド接合だとか量子構造には進む技術であります。実際の LED についてはですね、92年に私どもはそのだいたい外部量子効率で言って 1.5% だいたい 1% 台に、ね、なることに、作ることに成功しました。これはただしガリウムナイトライドとアルミガリウムナイトライドの、ダブルヘッドのことです。ただ現在非常に重要になっているその民情が入ったものはですね、その下に書いてありますように、93年に、中村さんたちがそのインジウムガリウムナイトライドガリウムナイトライドのダブルヘッドをヘテロ LED として発表されました。ですぐ続いてですね、94年か93年の終わりぐらいですが、その光出力 1.5mW という、これはインジウムガリウムナイトライド使われたそのいわゆるガンデラクラスの LED として、これは日大学から実用化されたものだと思います。次はその、量子移動構造と現在使われている、構造についてなんですが、一番左側にあるのはですね、量子サイズ効果といいまして、こう寸法を小さくしていきますと、その発光波長がだんだん短くなっていくという
量子寸法効果と呼んでおりますが、そういうのを1991年だったんですが、これは伊藤健二君の仕事です。で、95年になりまして、これ最初分からなかったんですが、山本さんと2人でやった仕事で、インジウムガリウムナイトライドのを量子度にして、それをそのガリウムナイトライドで3台の構造のフォトルミネシアンスの強度を見てるんですね。で、右側にはその真ん中の緯度幅、緯度と言ってるんですが、ガリウムナイトライドの幅です、厚さです。それがその 2.5 ナノメートルぐらいのところから急にものすごく3桁くらいあるんですね、発光強度が。で、これ後でよく考えてみると、ちょうどその中に、その井戸の中にその電子と成功が閉じ込められる防波形と言っておりますが、地下ガリウムのその防波形に相当するのが大体そのデータなんですが、そのあたりから急激にその発光効率が増すということを、まあ、見つけた。で、右の方はですね、これは竹内さんの仕事ですが、量子閉じ込め下地効果といいまして、その地下ガリウムの上にガリウムインジウムナイトライドをこうきれいに積みますと、その格子量子が違うものですから、その歪んでしまってですね、そのいわゆる歪み状態になる。そうすると、そのこれは非常に大きな圧電電解ができまして、非常に大きいんですが、これは、インジウムナイトライド、確かテンパラメントぐらいのところで1メガボルトぐらいだったパーセントぐらいだったと思うんですが、非常に大きな電解なんです。そのためにですね、この真ん中、右の上の図はこれ井戸の幅を書いてるんですが、右の方に井戸幅が大きくなっていくと遷移する確率も減りますし、それから波長も長くなっていく。ヘッドシフトという現象として発光波長が変わるような現象があったわけです。これ電解による効果ですが、これ下地効果と言っておりますが、こういうことを97年に見つけてたわけですが、さらに続いてですね、2000年にはこの電解をピエール電解をなんとか、使わない方法ないということで計算したのがこの下なんです。で、横軸はこれ C 面といいますかね、これ平たい面からのこのずれてるってことを表してるんですが、つまり一番右側の軸はこう立ってる面ですね。そういう面ですけども、そこと、それから真ん中あたりにちょうどその極性が全くない、その電解がないという、そういう面が存在するということを、まあ、予言してたわけです。で、その中間のところは少しその電解弱くなる、まあ、これを反極性と言っておりますが、反極性とか無極性の面があるということを提案した。現在これは広く使われておりまして、こういう面を使って結晶を成長させて、そういう、非常に効率のいい、より効率のいい第5度実現しようということが世界中で行われております。これはそのレーザーについての私どもの仕事ですが、一番左側はこれは光ブレーキです。先ほどのその1989年頃の非常にきれいになった地下ガリウムに、これは光ブレーキで誘導放出を起こした最初のものです。しかもそれ以前のものに比べて大体その必要とする電力が2桁ぐらい少なかった、まあ、結晶が非常に良くなったということですね。その右の図は、真ん中の図は、これは先ほど言いましたその非常に狭い緯度幅のものを使って、確か 2.5 ナノメートルという、量子緯度を使ったレーザー構造のものですが、これは本当の意味ではレーザーになっておりませんが、ただし電流を注入して、光じゃなくて電流による誘導効率です。で、
もうこれとほぼ同じ時期に白川さんではその紫色のレーザー大学、これはもうレーザー大学そうなんですが、ということはもうそのそれを、発表されました。96年の初頃だと思いますが、それから一番右の図は私の図で、またそのすぐ後で1996年に、376というこれはレーザー大王像を、発表いたしました。最後の図はですね、これはレボーサイエンスから取った地下部半導体に関する、論文の数です。で、非常に多く急激に増えてまして、実はですね、1974年あたりにこれをログスケールで取りますと、1970年あたりに最初のミス大王でできた後で一回小さな山があるんですけど、それはちょっとよく見えません。ただ一つの分野の材料の分野で3400ですか、2012年時点で非常に多いんじゃないかと思います。急激に90年頃から立ち上がっていることが分かります。で、右側の方はこの学術的に見て非常に重要と思われる研究成果を挙げておりますが、いくつか先ほど述べたようなことをずっとここに書いてあります。で、1990年に窒化インジウムナイトライドというのをその総科さんたちが受けられまして、92年には、中村さんがその先ほど言いました水素不意の状態の中で熱アニウという方法で P 型ガリウムナイトライドを作られたと。で、大事なことは同時にそのメカニズムですね、どうしてその窒化ガリウムの中のマグネシウムというのはアクセプターでちゃんと働かなかったのかと、不活性化してたのかということ、それがその水素のコンプレックスによるということを解明された。これは非常に重要なことだと思いますね。他にもいろいろ重要なことがありますが、で、そういうことを経て今日のこの窒化物半導体の流線につながっていると思います。最後にここに書かれましたのは主な共同研究者を挙げさせていただきました、私が所属してた仕事を始めた松下電気供給研究所と、それから名古屋大学、それから名城大学の皆様方には大変お世話になりました。特にその名古屋大学では先ほど言いましたように最初にクリーンルームを設置するということは当時の大学では考えられなかったことで、それを連携教室の先生方が皆さんがバックアップしていただいたということで非常に感謝しています。下に書いてありますように、トヨタ防水株式会社やトヨタ地方研究所の方にもお世話になりましたし、あるいは JSC を通じて委託開発による事業事業の成功にも導いていただきました。で、資金的な援助はいろんな経済的なサポートを受けておりますが、最後に申し上げたいことはですね、この窒化物半導体は今日の流星を迎えているのは、先ほどのペーパーの風もお分かりのように、このように発展に貢献されてきた非常に多くの研究者、技術者、学生の皆も、特にその応用物理学から始めてきた学会関係者の方々に最後にお礼を申し上げたいと思います。雑多な話で申し訳ございません。